将での勝利により討伐軍はついに酒呑童子を確保した。太公望は連日酒呑童子と語らい研究を進めた。そして巨匠に残されていた資材を用いて兵器の建造を始めた。もはや誰の目にも明らかだった。幼者討滅のための方法は見出されつつあった。そんな折、洛陽に幼者の首の一つが迫っているとの報告がもたらされる。酒呑童子を伴って現れた太公望は全軍に指示を出した。洛陽へ向かえと。幼者はこの洛陽に向かっていると聞く。太公望、なぜ我らはここに来た？ひょっとしてすでにその通り、幼女に対抗する手段を見出した。巨匠から大事に運んできたこいつがそれってわけですか？酒呑童子の精を集め打ち出す兵器だ。そうだな、ヤシオオリとでも名付けようか。幼者を倒せるのか？それを確かめるのだ。なあ、失敗したなら逃げ出せばよい。うろんなことだな。誇りある戦を目指す。対幼者用の兵器、ヤシオオリを城壁付近に設置した。だが起動までにはしばしの時が必要だ。私と酒呑童子、兵器、いずれが欠けても勝利はない。少々よろしく頼むぞ。兵器の守備は俺たちに任せてもらおうか。あれが太公望が作ったという兵器か。叩き壊してしまえ。太公望の奴は何か企んでいるようだが、城を落としてしまえば何もできまい。切れるか。答えねば。ここで口当てろ。直せ。混ぜよう。おいしい。せいぜいあがくがいい。敵将討ち取った。人間どもを叩き潰せ。関ヶ原の竹中半兵衛殿より伝令、奪旗の捕獲に成功したとのこと。奪旗を捕らえたか。ついに見えたな、希望の光が。目の覚める戦ぶり、地元ここに直れ。ここで口当てろ。おいしゅう。せいぜいあがくがいい。おいしゅう。敵将討ち取ったり。
思ったよりやるじゃねえか。なぞ天の助け、助け立ち頼みましょう。ここで口当てろ。共に敵将に直れ、討ち取った。おいしゃ、墓地の種、その妖者わしが守る。一人に応えれば任せておけ。前の冷める戦ぶり見事。王者こそオロチ復活の兆しを貴様らに打たせはせん。おいしゅう今ここで口当てろ。その戦ぶり手本といたします。一人に応えねば。逃げます。させぬぞ。みんな、あと少し耐えよ。まもなく準備は完了する。おいしい、天道寺を狙い。終着至極に存ずる。ここで口当てろ。粛清。あなたを一番口に取れる。任せておけ。一人に入ればに治れ。あなたを一番口に取れる。よく耐えた。出ちゃがり。
えねば。押し潰せ。メス。やりおる。敵将、メス取ったれ。実に素晴らしい。ヤシオウリは完成した。俺を使えば妖者を打ち倒せる。さあ反撃ののろしを上げるとしよう。ヤシオウリの基本操作は土砲と同じだ。妖者の動きを見極め、確実に弱点を打て。続けて打ちすぎるな。気候が焼けつき、しばらく操作不能になる。俺抜いた一人なんだ。そのようじゃ消させるわけにはいかねえな。妖者もバカではない。自らの脅威は潰そうとしてくるだろう。この化け物が弱ってきてるのか。まったく大したもんだ。
幼者を沈めたか。みんなよくやってくれた。ほう、幼者からあのようなものが生まれた。だが恐れることはない。すでに一度打ち倒し得た存在だ。さあ人の子らよ、今再びオロチを超えよ。ここに直れ。我が一発地に撃たれよ。逃げますか。実は妙だ。妙者から伝わるオロチの力、あのオロチからはちっとも関係ない。オロチと妙者何か関係があるとは思う。妙だ。俺をもひるませた力が感じられん。あれはオロチ。なんじゃこの違和感は。圧倒的な力も、その奥底に潜む闇も、オロチをオロチたらしめていたもの、何一つ感じることができん。一度倒せたもの再び倒せぬ道理はない。大地の限りを尽くし打ち果たしてみせる。やるなぁ、サコン。消えたか。やはり、あれは一生賢者。さて、次の手を考えますか。これで、幼者を倒したんですかね。撃退には成功したようだ。だが、滅するには至っていない。オロチを吐き出した幼者は地の底を這い、巣に戻ったのだろう。奴らの巣にはあんなのが8匹もいる。全て打ち滅ぼすには兵器の数も攻め入るための兵力も圧倒的に足りないな。人間の数は減りすぎましたからね。幼者が吐き出したオロチ、あやつは本当のオロチではない。あれはただ滅びをまき散らすものじゃ。あのようなものをわしは認めぬ。どうやら俺たちがついてってたオロチは本当にいなくなっちまったようだ。いい加減認めなきゃならないかね。その上で見定めるとしようか。進むべき道ってやつ。幼者の巣にヤシオウリを運び込む手はず整えてまいった。しかし何もかもが不足している。今のまま攻めて勝てるとは思えんがな。ああ、では一体どうしたら。そもそもあれを出現させなければいいんじゃない。ダッキか。お久しぶり、大工房さん。出現させないってどうやって。幼者出現前には戻れないんじゃ。私の過去になら戻れるわよね、かぐやちゃん。戦界の住人たるダッキ様の存在の縁は人に比べてはるかに太く強いもの。故にそれをよすがに時を渡れば荒波を越えることもできましょう。ではダッキ、刑に問う。過去に戻りいかにして出現を防ぐ。それは秘密。信用できん。だが他に手はないか。戦果ならば誇れよう。